ただ流れていく時間を生きるという生き方と、自分の意思で時間を刻んでいくという生き方があるのだということを知りました。二度とないこの一期一会というものを大切にするという日本人の哲学があるわけです。自然と時は常に隣り合わせで流れています。それを受け入れながら生きてきたっていうのが日本人の文化を作ったんじゃないかなと思いますね。追われちゃうんじゃなくて、時間に向かって耳を澄ますってことがすごく重要だと思うんですね。